市の紋章ネリュングリ市街。ネリュングリは、ロシアのサハ共和国南部にある、鉱山都市である。位置は、北緯56度40分00秒、東計124度42分00秒、北緯56.66667度、東計124.7000度、56.6667、124.7000。人口は、約6万人である。 2002年時点では、約7万人であることから減少気味であるが、サハ共和国の首都ヤクーツクに次ぐ大きな都市でもある。町は、スタノボイ山脈の北陸の西部にあり、レナ川水系のチュリマン川のほとりにある。ヤクーツクからは南西へ740キロメートル。南ヤクート丹田の中心都市で、良質の歴史生丹など高品位丹を多く産出する。 ネリュングリ空港がある他シベリア鉄道、バム鉄道から北へ伸びる鉄道支線の駅があり、日本や韓国など国外へ輸出する石炭輸送のインフラも整っている。北 30km には同じく炭鉱都市のチュリマンがある。日本は1980年代にソ連と保証貿易協定を結び、ヤクートタンデンの設備を支援する見代わりにこの地の高品ヒ端を大量に輸入しているが、 その量は1990年代以来減少している。1975年、付近の炭鉱の発見と創業開始に伴い市となり、近くの小川、ネリュングリ川にちなんで、ネリュングリの名が付けられた。ロシアの市としては、新しい部類に入る。ネリュングリの名は、エベンキの言葉で、グレーリングを意味する。都市成立以来、ネリュングリ市街は、炭鉱や工場からなる。 旧市街と住宅を中心とした新市街の二つに分かれている。ありがとうございます。